おはようございます。最後の卒業生は60人。卒業式には保護者や音楽部の OB、OG からなるオーケストラなどおよそ250人が出席しました。皆さんが本校に入学し、一人一人が輝くことで安芸高校50年の歴史は完成することができました。心からありがとう。もう最後というので学校見ておきたかった。もう体育館がもういっぱいになるぐらい、はい、でしたから、はい、自分小さくなったなと思って、私たちも受け止めて、はい、で最後のまあ思い出を作ろうっていうので、まあ、今回集まってみんなで演奏したりしてますので。続いて昔の卒業生や元教員なども出席して閉校式が行われました。県立安芸高校は1974年に開校しましたが、ここ数年は入学者の定員割れが続いていました。県立高校再編のため、呉昭和高校とともに今年度末で閉校することになりました。後輩はいないけど、まあ、でもすごい充実した、まあ、3年間だったなと思います。寂しいですけど、まあ、思い出は消えないんで、安芸高校の卒業生ということを誇りに感じてますので、これから前を向いて人生を歩んでいこうと思っています。開校以来1万人近い卒業生を送り出してきた県立安芸高校、今月末で50年の歴史に幕を下ろします。